メイクを撮っていきたいと思います。1日メイクなんで本当にいつも使ってるものでメイクをしていきたいなと思います。スタート。結構インスタでも紹介してるので知っている方は多いかなと思うんですけど、4、5年前くらいからずっと同じものを使ってます。これしか使ってないかな本当にお気に入りなんですよね。ラロッシュポーゼトーンアップローズです。今もう朝早くて結構頭回ってないからちゃんと喋れてるか心配。お、これすっごい伸びるので優秀です。これ塗るだけですっごいツヤとくすみがなくなってお気に入りです。なんか生理前とかになるとくすんでくるから、これだけでもお家で塗ったりしてます。でやっぱ家の中でも日焼けするのでちゃんと塗るようにしています。でおでこは最近前髪を作ってあんまり映さないのでちょっとだけにしてます。こんな感じ。なんかハイライト効果にもなってすごい明るくなります。次は3のコンシーラー。なんか最近本当にニキビができちゃうようになっちゃって、季節の変わり目なのかちょっとこことかね、まあ、おでこは前髪作ってからちょっとプツプツってできるけど、顎下とかホルモンバランスかな。でここにちょっと気になるところにコンシーラーを置いて、ちょっと放置します。置いておきます。でなんか私ファンデーションは普段プライベートでお出かけする時とかは全くつけなくて、それこそイベントとか自分の自前のメイクでお仕事に行く時とかはファンデーションっていうかフェイスパウダーを粉でちょっとテカリを抑えたりとかっていうのだけですね。肌はこれで基本終わりです。はい、コンシーラー置いてる間に眉毛やっていきます。眉毛について、私18、19、20歳ぐらいの時にすごい失敗談があって、その時テイラー・スウィフトさんとリリー・コリンズさんに憧れてて、海外のモデルさんとか本当に大好きで、その方たちってすごい眉毛が太くてしっかりしてて、リリシー、どっちかというとリリシーはっきりした感じの眉毛をしてたんですけど、私もそうなりたいと思ってすごい太く描いちゃってたんですよね。もうそしたらもう今思ったらなんであれで本当外出れてたんだろうって思うぐらい本当になんか逆に芋臭く見えたり太って見えたりしてて、でなんかそれも気づいたのもちょっと遅くて、で自分に合う眉毛ってどんな眉毛やろうって思って研究した時に、なんかまあ私の顔的にそんな濃くなくてどちらかというと薄い顔だから、なんかパーツもそんなにはっきりしてるわけじゃないから太すぎると逆におかしいなって気づいて、
でそっからは本当に自分の眉毛を生かしてなんか毛が足りないところにちょっと描き足すくらいにしてます。だからもう本当皆さん、ね、その人に合った眉毛を研究していくのが大事だなと思いました。私は本当にこれぐらいにしてます。あんまり濃くなりすぎると変なんです。本当にみんなそうやって綺麗になっていくっていうことですよね。プラスに考えれば。で、あ、眉毛描いたのは資生堂のアイパレット、これもずっと使ってます。色だけを使ってる。こっちはちょっとあのこれごと落ちちゃって割れちゃったんですけど、でこれでまず眉毛をして、その眉毛を取った色と同じ色を このアイホールのシャドウ塗る前に全体的に彫りをちょっと作っていきます。こんな感じなります。でここにもちょっとしてあげる。鼻高く、はい。で最近はトム・フォードのアイシャドウを使ってます。すごい発色良くて、けどそんなにギラギラしてないから上品な感じでお気に入りです。こんな感じで涙袋って笑った時に出るこの涙袋にも同じ色で塗ります。こんな感じです。もうちょっとだけ濃くしようかな。次は最近いただいたシャネルさんの新しいレッドカメリアリッパーのチークを、あ、そうだね、先にこっちにしよう。バームエッセンシャルフェイスカラーを、これすっごい良くてこうなってて、なんかハイライトっぽい感じ、ハイライトなのかな、こう自分の手の温度で触るとシアーっぽくなってめっちゃツヤツヤになるんですよ。これすごいお気に入りです。すごいポッてほっぺたになる血色になります。かわいい、こういう血色感大好きなんです。自然なナチュラルな血色感。どうでしょうか。私ね、こうやって結構出して後からあ、真っ赤とかなっちゃう。
こんな感じで。で、あとこのイヴ・サンローランのハイライトもすごい好きで、これはちょっと硬い感じなので、こういう鼻先とか目頭の横に塗ると映えます。おすすめのマスカラがある。先にコームで伸びるんですよ。ずっとメイベリンのスナップマスカラっていうこれを使ってたんですけど、キャンメイクのこのセパレート、これすっごいおすすめ。本当にこんな感じの細いマスカラなんですけど、伸びるし、ダマにならないし、綺麗にセパレートされるから、目がこうグインって目の開きが良くなる。よりちょっと見えるかな。ほら、すごくない？これ。これしかも全然高くなくて、持ちも意外とね。ちっちゃいのにいいんですよ。こういう感じ。こんな感じ。はい、じゃあこんな感じで一旦私の毎日メイクは終わりで、これに。なんか夜とかお食事行く時とか、夜になったらこういうアイライナーをこの辺にピュッて足したり、ちょっと引いたり濃くしてみたりするんですけど、普段の毎日メイクはこんな感じです。はい、とりあえずリップと髪の毛のセット終わりました。これで私の毎日メイクは完成です。どうでしたか？ちょっと分かりにくいところもいっぱいあったかと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございます。次もまたなんかメイク系の動画を撮っていきたいなと思ってるので、リクエストだったりこういう春メイクが見たいなどあったら、またコメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ次の動画も楽しみにしていてください。